ブラックナイトはイギリスの試験用ロケットでブルース・トリークミサイルの再突入体の性能確認に使用された。ブラックナイトはイギリス最初の国産ロケットプロジェクトである。ロケット本体はサンダース・ロー社のワイト島工場で製造され、ロケットエンジンの試験は同等のニードルズ・ガケイは打ち上げはオーストラリアのウーメラ試験場で行われた。1955年に 王立航空研究所とサンダースローにより設計され、1958年から1965年にかけて22回の打ち上げが実施された。後部から見た、ブラックナイトガンマ201エンジンとブラックナイトの再突入弾頭ガンマロケットエンジンの設計、製造はアームストロングシドレー社のアンスティ工場で行われた。最初の2回の打ち上げは、ロケットの 性能確認試験であり、ペイロードは搭載されなかった。3回目の打ち上げでは、再突入体が搭載され、そのデザインが成功であることが確認された。その後も、弾頭を変えて打ち上げ試験が続けられたが、いくつかの普通でない現象も見られた。また、その後の試験は、ガスライト及びダズルの名前で、米国との共同で実施された。同性の玉やシリカ球など、 何種類かの再突入弾頭が試験された。アスベストを含む複合素材であるドゥレストス製の再突入体も打ち上げられた。後期には、円錐状で、頂点部から先に突入する、その後のミサイル弾頭に多く使われている形状の再突入体が試験された。再突入試験は、晴天で月が出ていない夜に行われたため、光の軌跡を写真で捉えることができた。 タンクの直径を36インチから54インチに増し、2段目をより強力なケストルロケットとする改良型のブラックナイトクルセードのコードネームで提案された。他方、大はロケットを衛星打ち上げ用に新調する研究を行っていた。しかしながら、これらのブラックナイト改良計画は、ブラックアローロケットの開発を優先するため予算がつかなかった。 合計で25機のブラックナイトロケットが製造されたが製造コストは1機あたり4万ポンドであった。1機は地上試験用に使用された。1機は欧州ロケット開発機構の試験に使用された。21機が再突入体試験用に打ち上げられた。残りの2機が現在エジンバラとリバプールの博物館に展示されている。エジンバラの王立博物館のブラックナイトは 直立した状態で展示されており、およそ3回分の高さがある。ありがとうございます。